いい女の子が生まれたね。うん、まだ早いと思ってたんだけど無事に出てきてくれたね。名前どうしよう。親の名前がリボンで、うん、リボンの子だから。はい、皆さんこんにちは。8月2日僕の夏休み続きをやっていきたいと思います。またたびです。シオンです。萌木です。よろしくお願いします。ちょっと待って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 、急に弾まりすぎじゃないこれ。まあまあまあ、早速だけど名前をね。コリボン、イカメシ、スペシャル、ウシウシ号でしょ。ネーミングセンスなさすぎじゃない。最後のはないと思う。全部ない。いや、ないわ、全部ないね。俺的にはギリコリボンは大丈夫なの。イカメシはだ、なし。でも個人的にはイカメシが好き。イカメシが好き。イカメシにしよう。イカメシでいこう。リボンの子供はイカ飯となりました。よっかーい。ここに来る途中、駅弁で食べたんだ。食べた弁当の名前。せっかくだから夏休みの間この子牛の世話係をやってみない？毎日忘れずにそのバケツみたいなやつでタンクから牛乳を汲んでくるんだ。うん、うん、それを子牛にあげればいいんだよ。相手は生き物だからね。毎日忘れずにやるんだよ。牛ってお母さんの飲まないんだね。赤ちゃん牛のミルクバケツを手に入れた。あ、おいしそう。いただきます。めっちゃある。いただきます。いただきます。私、いちごジャムのパンがいい。ごちそうさまでした。いちごジャムのパン、ごちそうさまでした。釣り竿を玄関横に出しといたよ。お魚釣り。さあ、夏休みの間ができる、好きに使っていいからな。夏だね。夏だね。でっかいの釣ってきたら料理投げからね。なんだろうね。料理。じゃあ夜ご飯用の魚釣りに行かないといけないね、今日ね。そうね。うん。こんなんでっかいの取れるかな。あ、パンじゃん。え、それが餌、餌じゃない、餌。魚の餌になるのかな。ほら。おー。イエーイ。よし、あ、動けるようになった。じゃあ早速行きましょう。釣竿は玄関の横にあるんでしょ。横にあるって言ってた。ひんやり冷たいストーブだ。ちょっぴり灯油の匂いがする。ちゃんと片付けてないんじゃないの。灯油ダメよ。灯油なんだね。ほんとね、珍しいね。うん、まあまあ、ほら昔だから。あ、何持っていく。冷蔵庫の中を確認しただけだった。下だけ。それだけ。だけだった。玄関、こっちだ、玄関、うん、あ、仏壇がある。ちょっと待って、どこに行くの。偉いね。 V サインをしている。かわいいじゃん。このおばあちゃんかわいい。、うん、ちゃんと朝の挨拶をしないとね。うんうん。よし、じゃあ早速行こう。あ、ちゃんとあれだよ、大きな魚釣れますようにって。もう一回ちょっとチンってしてきて。もう一回するの。うん、もう一回してきて。私言うから。もう一回ちょっとほら仏壇の前に行って。はい、じゃあ行きまーす、はい、おばあちゃん、大きい魚が釣れるようにちょっと見守ってって、お願いね。はい、まんまんだー。よし、行こう。釣れるといいね。それはさ、またたびくんの腕にかかってんじゃない。コントローラーずっとまたたびくん持ってるからね。今回のプレイヤーも私が担当しております。そうそう、私たちのせいじゃないからね。またたびくんのせいだからね、魚釣れなかった。そこじゃない、釣り竿。これ釣り竿じゃなくないか。違うよ、スキーの板じゃないかな。うん、片付けろよ。冬の雪よけに使うものらしい。あー、もう私は遊びのスキーしか知らないから。あったあった、あったあった。釣り竿見っけ。もう玄関から出るとき可愛いよね。ジャンプ取ったぞ。アイテムゲッチュー、うん、先に虫取りに行く。虫取り。いるでしょ、あそこ絶対いるでしょ。またで、また蹴るの。また蹴る。ニワトリ出しちゃダメだよ。出さないんでしょ。何かいるかな。いるかもよ。今日も蹴った。同じだね。しかいないね。なんだこりゃ。3匹目ですね。うん。じゃあ、連れ帰ろっか。0勝0敗ってことは、やっぱり対戦できるんだろうね。うん。ダメよ、あげちゃう。牛も見に行こうか。あ、朝ごはんやらないと、ほら。ああ、そうだった。ここにいるのかな。おじちゃん、入り口の横にあるのは何？あ、
あれはサイロって言うんだ。寒い時にコートに入れるやつだね。あの中で牛さんの餌を作ってます。カイロだね。牧草やデントコーンという牛さん用の陶器、トウモロコシを入れて、しっかり蓋をしておくと漬物みたいに発酵して酸っぱい匂いの餌ができるんだ。それが牛さんたちの大好物なんだよ。そうか、サイロってそんなすごい仕組みだったんだ。わらじゃないんだね。そうね、うん、干し草だと思ってた。確かに。僕くん、うちの牧場の牛さんたちの名前教えてあげようか。うん、ぜひ気になる。その2番目のやつ、まずこの子はリボンっていうの。あー、一番子はリボンね。初めてのお産の牛はだいたい暴れるもんだけど、リボンはおとなしかったわね。ねえ、牛さんってどのくらいの重さなの？だいたい500キロぐらいかな。やっぱり重たいよね。もうこんなに大きいけど、この子まだ3歳になってないんだわ。え、じゃあ僕の方がずっとお兄さんなんだ。牛って何歳ぐらいまで育つんだろうね。どのくらいだろうね。気にしたことなかった。ね、違うって、2番目の牛を知りたいの。そうそう、その鼻に輪っかがついたイケメンの牛。晩ご飯楽しみにしてる？晩ご飯は楽しみにしてる。じゃあ晩ご飯のメニューを当ててみようか。焼き魚。今日の晩ご飯は何でしょう？ヒント。平べったいお魚を使った料理です。平べったい？いや、カレーのカレーかな。まあ、それしかないじゃん。魚。もしかしたらでもチーズドリアに。いやいや、チーズドリアに魚入れたらバッチリでしょ。冷やし中華に魚はない、ね。ないないないね。カレーの唐揚げだよ。じゃあ、当たるか外れるかわかんないけど、楽しみにして待っててね。はーい。さカレーの唐揚げ。魚釣りにもう行っちゃおう。魚釣りに行こうね。うん、あれや、ほら。子牛はどこにいるんだろうね。そこ曲がったら入んね。あ、でもほらそこにあるよ。あ、いたいた。これバケツは？バケツ、あ、ミルクを専用のバケツに移すんじゃない？もちろん自分で飲むでしょ。え、違うでしょ。ふざけすぎやろ。まずは移して、じゃあ赤ちゃんにあげようかな。やらないと。よし、これをイカ飯にあげたら。そうだった、イカ飯だったね。名前忘れちゃった。イカ飯。眉毛濃いな。餌だよ、イカ飯。イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだ。お、もっと飲みたい。あ、じゃあもっとあげていいのかな。ダメだよ、初日だから。お腹タポタポなって下痢したらダメだから、もうそれで終わりにして。もう何もしない。自分で飲んでみよう。え、いやダメだよ、子供用のだからお腹こだすかもしれんよ。あ、空っぽだ。残念。あげちゃったから。あ、でも1日1回でいいみたいね。空っぽってことはそうだね、うん、毎日しないとね。後からあげれたりするのかな。どうかな。さあ川に行かないと時間がなくなっちゃうよ。川はどこだろうね。場所の地図とかないからわかんない。草滑りもやってないね。あ、ここが草滑りだったんじゃない？あ、しますか。はい。魚釣れよ。おー、わー、牛だー。え、それ自分で動かしてんの？少し。なんか動いてる。あ、川あるよ、ほら。あ、違った、トラックだった。トラックだった。なんかでも、思ったより、爽快感がないね。ないね。ゆっくりだったね。あそこ階段降りれるじゃん。扉まだ開いたまんま。開けたままにしてるから閉めないと。あ、そう？ダメ？開けたままにしないって書いてあった。なんだ、お、動いた。わぁ。コンベア乗ったらダメでしょ。乗るでしょ。乗ってみようか。悪い子やなぁ。え、こんなとこ着くの？あ、戻ってきたじゃん。ちゃんと戻ってきた。これででも閉めれるじゃん。うんうん。閉めて、どっか別の降りる道を探さないといけないのかな。そうね。閉めて閉めて。どっかで閉めるんだろう。あ、閉める。扉を閉める。閉めまーす。こっちかな、そしたら。かな？行ってないもんね。行ってないね。あ、でもここさっき夜見たね、ここ。そうね。あ、じゃあ違うんだね。通れない。地図が欲しいよね。
階段の方かな、そしたら。かなあ。あっち奥かもね。奥も行ってみようか、行ってないし。うん、こっちね。ここは、あ、でも出ていいのかな。切り株とかある。なんもない。なんもない。じゃあ行けんの。あ、学校だ。いや、そこ違うでしょ、うん、今は。どうやら向こう側には学校があるらしい。そうだね、学校って書いてあるもんね。見て、この学校。もう田舎の学校じゃん。もう夕方になっちゃった。やばいやばい、ピンチピンチ。あ、変わんじゃん。この木って、もしかするとクワガタの木かな。蹴る？もう一回捕まえちゃおう。何かいるかな。いるかもよ。あ、違うのがいる。ラッキー、買う。コクワガタ。あ、かわいいね。ちっこいね。ほんとだね。うんうん。いや、魚、魚。うん。こっちじゃない？あ、やった！来たよ、川に。橋が壊れて、レンガ5個あれば。じゃあ5個レンガ。ここじゃないのか。あ、でもあっちが下だったら、上かな？こっちから行けるのかな？うん、あ、誰かいる。知らない人がいっぱいいる。おい、お前誰だよ？プスプスです。おい、なんで俺らの遊び場へよその子を連れてきちゃうわけ？私のせいじゃないよ。まあまあ、みんな仲良く。やなこった。君、内地から来たんだって？うん、そうだよ。そうは見えねえな。まあ、とにかく落ち着いて。夏休みの間ずっとこっちにいるのかい？どこにもこのガキ大将みたいなこと言うんだね。いるね。ジャイアンよりスマートだけどね。そうだね。こっちはミチ。彼女も内地から来てんの。じゃあ僕と同じ？でもミチは去年までこっちに住んでたからちょこっと違うんだわ。そうなんだ。魚釣り先にしちゃう？ここの下なんかできそうだけどね。あら、行ける？あ、ここでしょ。じゃない、あ、なんかなったね。あ、ちょっと違う。ちょっと待って、どうやって上がるのかな。もっと上の方じゃない？どっかに上がれるとこがあると思うんだけど。深いね、ここ。どうなってんの？どっから上がるの？木の根っこのところじゃないの？あ、違うね。上がれないな。あ、上がった。ああ、びっくりしちゃったね。服のまま飛び込んじゃって。あった、釣り竿を出す。はい、また旅くんのキャスティング。あ、釣り腕が試されるよ。これなんだ、選べない。あー、毛張り。向きが分かりやすくていい気がする。あ、そうね。うん、あれだよ。早速やってみましょう。ほい。あれだよ。餌。食パン、食パンでしょ？食パン取ったもん。で、食パンでいきます。ポチッと。あれだよ、またたびくんの腕に今日の晩ご飯がかかってるからね。ちゃんと取らないと。晩ご飯。カレーの話してて。ここでカレー釣れたらびっくりだよね。だって川だもん。これ本当に釣れるんだろうか。ちょっと黙ってたら釣れるかもしれない。しー人とし。なわけないやろ。だよね。仕掛けをじゃあ。毛張りがいいんじゃない？毛張り。最初のやつでいいんじゃないかな。そのまま。で、ちょっと餌も一回ミミズに変えてみようか。うん。釣れるかな？釣れないね。来ないね。なんか、うん、来てる感じがしないよね。なんか寄ってきてる感じは。あ、来た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 、やった。何釣れた？アメマス。おお、知らない魚だ。うん、後ろ、ね、ちょっと後ろでモジモジしてるのは私気になるんだけど。そこは危険場じゃろ。さっきの女の子が。女の子が。これ釣れるね。昔は今度食パンにして釣ってみようかな。釣りはね、私は苦手だからね。実際にはやらないんだもんね、全然。ああ、やったことないの？私あれだよ、川で早釣りしてたよ。やったことないわけじゃないんだけど、なんでかね、
私の釣り竿には魚が食いつかないんだよね。餌がダメなんですよね。周りは釣れてるから下手なんだろうね、きっと。腕が悪いんだよ。腕が悪いんだと思う。落ち着きがないんじゃないかしら。だから今も釣れないんじゃない。釣れないんだろうね。食パンダメなのかな。かな。ミミズ贅沢な魚よね。そうだね。うん、お、うん、違うのね。ミミズ。ミミズに帰ってもう一回、うん。もう帰ろうで。そうだね。もう家に。あ、来た。よし。同じやつじゃん。雨ます。やったね、2匹目だよ。もう帰るか。2匹来たからもうやめよう。うん。潜るのはまた気になるけど。また今度ね。今度にしよう。とりあえず、このジャイアンと喋ってこようかな。ジャイアン？あ、ごめん、踏んだ。ジャイアン、こっち向いて。あ、耐えた、耐えた。ケッ、都会っ子だからって言い振りこきやがって。なんだそれ。お前、何しにこの町に来たんだよ。何しにって言われても。じゃあ俺の子分になれよ。いやだ、ジャイアンじゃん。なんだそれ、本当になんだそれだ。そこ道あるよ。ねえ、道あるね。僕、内地から来たのって聞かれたけど、内地って何？え、本州とか九州とか北海道以外のことだべさ。じゃあなんで内地って言うの？悪いけど、そこまでは知んないよ。他にもわからないことが出てきたら遠慮せずに僕に聞いてね。これはさ、ドラえもんで例えたらさ、できすぎくんだよね、きっとね。そうだね、きっとできすぎくんだね。こんにちは。みちって今は内地に住んでるのぜ。去年までは近所に住んでて同じクラスだったんだ。いつあっちに引っ越したの？去年の夏。内地の夏は暑いから大変だったんだって。君ってこの子のことずいぶん詳しいね。まあな。あれじゃ、ジャイアンの妹じゃ。妹なのに別々に暮らすの。複雑すぎるでしょ、家庭環境が。この子たちはみんなお友達なの？そうだよ。レイ君だけ6年で、他の2人は私と同じ4年生。あ、だから体大きいんだね。だから大きいなとは思ってたんだよね。学校のあれなの？校歌なの？校歌でしょ、ね、でも、みちだけ去年引っ越しして内地の板橋区なんだわ。そうなんだ。ゴム飛びしよっか。音のタイミングを覚えるぐらい。あ、私無理無理。やります。何でもやります。どうやってやるんだろう。じゃあ、ちょこっとゆっくりやるからね。片足ずつこう、トントントンってやるでしょ。バルボタンを押すんだよ。わかった。1、2、3。はい。あり？開いた。あれ？あり？そんなこけ方ある？これは難しかった。まだまだダメね。そうだ、あら、私が見本を見せてあげようか。川まで食べたらギリギリス。ゴム飛びって、あのゴムを引っ掛けて遊ぶもんなんだろうか。なんか引っ掛かってたよね、結構ね。私が知ってるゴム飛びとちょっと違うな。なんかね、うん、ここ秘密基地じゃない、もしかして。あの、あいつらのキャップあるかもよ、キャップ。ほら、あった、やった、ラッキー。それね、あれだよ、泥棒っつうんだよ。ゴム、ほら、この中に入ってたからね。虫交換シートっていうのがある。ほんとだね。あ、あれ、タンバリンのところがさ、ほら、相撲のさ、土俵に似てない？ここで対戦するのかもよ。紙相撲じゃない、これ。あ、紙相撲？違うかな。あ、違うね、あ、来た。勝手に俺らの秘密基地に入んなよ。ごめんね。何これ、見つかっちまったぜ。待って、ブロックがあるよ。あ、レンガある。さっきあったね、レンガ5個集めてって。レンガだとね。どうだ、すげえだろ。ここで虫を戦わせてんだ。虫がいそうな木からごっそりたくさん取ってきて、この土俵に置いて勝負するのさ。おお。虫持ってるよ、勝負しよう。ジャイアン。私もやるよ。座った。というわけで、
今日の生贄は僕くん。生贄？ひどい、生贄って餌みたい。まず虫を虫かごから取り出して右側の土俵に置いてみるべさ。真剣勝負だからな、うん、一番でっかいの揃うで。ジャンボ虫かご、あん、コクワガタ、あれ、あ、いるね。どれが大きいかな。52mm、46mm、52mm だね。じゃあこの子にしよう。うん。ノコギリクワガタ。出す。行こう。最初は私ね。おお、でかっ。これは勝つでしょ。虫の背中を押す。こっち。何これ。ゴング。鳴らすの。頑張って。ちょっと HP がさ、スタミナか、スタミナがさ、ちっちゃくない？そうだね、確かに。お、いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ。もっともっと、頑張って。この体格差で負けたらダメだよ。やったー、勝った。救い投げ。ね、ちょっと伸びたんじゃない？スタミナがほら。あ、本当だ、成長した。成長するんだ。すごいね。こっちの方がちょっと大きいよ、体。うん。ゴング。ゴング、はーい。レッツゴー、頑張って。頑張って。スタミナ減っちゃう、負けちゃう。あ、負ける、負ける。あー。頑張って、飛び出してまた。あー、ひっくり返った。スタミナ負け。で、おしまいなのかな？大きいから勝てるってわけじゃないんだね。みたいね。ゴング、この子にしよう。そうね。あ、抱けた。背中を押すってなんだろうね。何もせんといたらいいのかな。背中を押したらね、赤くなるんだよ。これなんだろうね。興奮してんじゃない、それ。ちょっと。じゃ、このまま。勝ってね。だろう。これなら勝てるんじゃないかな。あれ？私の負け？まあまあまあ、ここはね。あ、次がね。スタミナ回復してんじゃん。どうしようかな、また押してみる。そのまま、そのまま、そのまましてまけたから、うん、あ、じゃあ押してみようか。一回押してみよう。うん。で、スタート。よし、行け。どこな？これだとまた負けちゃうね、うん、なんかしないと。負けちゃう。あ、すごい、勝ったー。スタミナが伸びてってる。じゃあ、次は俺の番ね。ガキ大将。44だよ。こっちの方がちょっと大きいよ。これそのままじゃまたやるかな。それじゃ前、一回押そうかな。叩こうかって。押して。じゃあ行こうか。うん、スタート。頑張れ。頑張るんだ。来た、今。見た見た。どっちも回復した。なんで横向いてんの？何やってんの？疲れたんじゃない。何やってんの？面白い。もう勝つでしょ、これ。よう落ちんで待っとるね。やった！勝った、勝った。スタミナ結構増えたね。確かに。うん、またすんの？またするんだ。さっき負けたじゃん。うん。もうやめようか。うん。よし。戻る。どうだ、ジャイアン。したっけ、したっけ、バイビー。したっけって何？またしたってことかな。ああ。そんじゃ、ボク君。また虫相撲をやりたくなったら、呼んでね。はーい。もうちょっと虫いっぱい捕まえてから。そうね。レンガ、レンガ、レンガ。レンガ。これ持てるのかな？持てるね。やったね。あと4個いるね。探さないとね。この感じだとまだまだ広そうだもんね。奥にも行ってみようかな。うん。あ、なんか船がある。乗れるのかな。乗れる？船に乗って、あ、なんだ？あれ？この船は誰のだろう。誰のだろうね。船に乗ってみたい。うん、乗ってみたい。そう思ったが、動かし方がわからない。ダメだよ、勝手に動かしたら。あ、ここでもできるんじゃん。あ、ちょっと、ちょっと、また潜っちゃった。また潜っちゃった。上がるときがね、大変だよね。これどうやって、もう。それもさ、素手で魚捕まえれたらいいのね。そうだね、確かに。うん。あ、ねえ、でもさ、そこさ、うん、瓶の蓋のマーク出てるからさ、落ちてんじゃない？どこかに。あー、確かにね。うん。探しなさいってことよ、きっと。なんかあるかな。もうわかんないよね、こんなんじゃね。探すの大変だよ。このまま泳いでてもしょうがないしな。
全部で50個あるのね。あ、上がれた。上がろう。違うとこ来たね。虫網がないから虫が捕まえられないんだよね。そうね。網があったらね、蝶々もさ、たくさん捕まえれるよね。種類も。結構いるみたいだし。虫飛んでるもんね、たくさんね。あ、こんなところにいたんだ。迎えに来た。ご飯だよ。迎えに。お父さん、お迎えご苦労様です。ご苦労様です。これで夜になるのかな。僕、友達ができたんだ。おや、そうなんだ。ハヤトとか、レイ君とか、あと、ミチもいるよ。あれ？みっちゃん、東京から戻ってきてんのか？うん。夏休みの間だけ雪のないの沢の方に住んでるおじちゃん家にいるんだって。短い間とはいえ親友が帰ってきてくれて嬉しいな。うん。じゃあいただきます。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあ夜になりました。またあれじゃない、虫捕まえに行かないと。そういえばお風呂入れるんかな。お風呂は入ってるんじゃないのかな。もう夜は夜でなんか虫いそうだもんね。うん。虫もそうだけど、イカ飯は一日一回でいいんだろうか。ほんとね。ちょっと見に行こう。できるかな。どうかな。ダメだ。あ、一日一回みたいだね、やっぱりね。あ、あ、そうなんだね。じゃあ、補充しないといけないのかな。うん。行ったよ。乳搾りをする。A を優しく押す。怒ってんの？あ、出ないみたい。あ、じゃあもう今日はないよってことかな。こっちのじゃあこのイケメンの出るかな。優しく優しく。お！おー出た。成功した。出なくなるまでやる？あ、終わった。とりあえずこんなもんかなって。ありがとうイケメン。あ、全部出してしまったようだ。決まってるのかな、一日何回って。かもしれないね。このまま、あ、あげれるんだね。お腹空いてた？イカ飯は一生懸命ミルクを飲んだ。よかった。もっと飲みたいってでも言ってる。あ、ほんとね。じゃあ他の音から。あげた方がいいのかな。じゃあごめん、もうあげれないよ、イカ飯。明日ね、ちょっと我慢してて。嫌って言ってる。笑われてしまったって。あれ？なんかこう、好感度みたいなのあげないといけないの、牛にも。どうなんだろうね。話しかけれるわけでもなさそうだし。よし、虫を見に行こう。何かいるかな？大きいのが捕まったらいいね。何もいないよ。あ、今日はダメなのね、もう。いたりいなかったりするんだね。どっか他にも木があると思うんだけどな。こっちか。これとか。ダメか。こっちにも道がある。あ、では。この木は怪しいな。ダメだ。ダメみたいね。何もない。山に行く途中にあったね、一個ね。あったね、そういえば。あ、それは？大きい木はあるけど、小屋があるね、下に。ほんとだ。なんだろう。遠いな。鍵かかってる。じゃあ、なんだろう。そっちにはもう行けないみたいだね。あとは道がある方に行ってみる感じかな。あ、もう限界。あ、早いね。ボク君、絵日記書いておやすみなさいしよ。うん。はい。おばちゃん、
おやすみなさい。では2日目次のページにしなきゃじゃない。書いて寝ますか、うん、はい。8月2日こっちに友達ができたんだ。みんな明るく仲良く楽しそう。僕の子分にしようかな。どれする？ジャイアンのハヤトでしょ。顔が一番ハヤト君だけ悪意ありすぎでしょこの顔。かわいそう。僕の子分にしようかなって何持ってるじゃん。ねちっこいよねきっとこの子。ねちっこいね。そしたらじゃあ8月2日はこれで終わりかな。そうね。はい。ちっと。はい、じゃあ8月2日これで終了になります。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。お疲れ様でした。